主人公は売れないゲームメーカーに勤めている。ある日、社長が失踪し、会社も借金の担保として差し押さえられてしまう。そんな時に10年前にタイムスリップし、自身も若返っていることに気づく。そして当時選択しなかった芸術大学への道を選び、再び人生をやり直すのであった。主人公の橋場恭也、2016年時点で28歳、私立大学を卒業後にゲーム開発者を目指す。26歳の時に夢を追い、ゲーム会社のディレクターに転職したが、会社のずさんな経営が原因で心身ともに疲弊し、人生を後悔している時に10年前の2006年にタイムスリップする。その後、芸術大学の映像学科に進学し、美術研究会に入った。抜きんでた才能はないが、起点を利かせ作品を完成させたことで周囲から一目置かれるようになる。ヒロインの篠明、京也の映像学科の同回生、通称篠明。小柄でおっとりした性格、絵を描くことが好きで家事は苦手。京也と共に美術研究会に所属している。京也といるうちに好意を抱くようになる。イラストに対して驚異的な才能を発揮し、2016年の世界では有名イラストレーターとして活動していた。京也の映像学科の同回生、小暮奈々子。見た目に反して控えめな性格、人前に立つのが苦手。歌を歌うのが好きで、よくカラオケに行く。タイムスリップ前の世界では人気歌手になっていた。京也と同居しており、特に目標はなく、自分探しのために進学した。タイムスリップ後の世界では歌ってみた動画を投稿しているが、タイムスリップ前の世界のように人気ではなかった。京也の映像学科の同回生、川瀬川栄子。思ったことははっきりと言う性格、ものづくりに対して強い思い入れがあり、才能もある優等生。負けず嫌いで京也をライバル視しているが、面倒見がいい一面もあり、京也の相談相手になることもある。映画の制作会社で助監督のアルバイトをしている。京也の映像学科の同回生、録音実雷雪。見た目も中身も不真面目だが、いいものを作ることに対して強いこだわりを持っている。シナリオ制作の授業では才能を見せた。実家は病院を複数経営する名家だが、医者になることを強要され反発し、家を飛び出し大中芸術大学に入学した。生まれについてはあまり語りたがらない。